はい、どうも、こんにちは、つにです。今日はですね、ちょっと、補習になるのかな。まあ、そんな長い動画にはならないと思うんですけど、ちょっと補習をしていこうと思います。ですね、これ今、僕、助手、アルトの助手席に座ってるんですけど、よいしょ。ここ見てもらいますかね。シートじゃねえや。なんていうの、これ。マット。マットのね、ここ、わかりますかね、これ。本来は、ここにね、穴があって、で、ここに、こういう留め具があるんですよ。で、この留め具のところに、ポチッと入れて、まあ、固定されるのが普通なんですけど、これちょっと折れてて、こんな感じで、もう完全に折れてるんですけど、まあ、折れてたのせいもあって、これがね、もう、ずれるんですよね。やっぱりね。こう、マニュアル車なので。オートマ車だったらね、こんなに多分ずれないと思うんですけども、マニュアル車なので、ずれちゃうんですよ。で、これをちょっと補修していこうと思います。はい。で、まあね、じゃあこの部品買えばいいじゃんって話なんですよね。この部品をね。そんなに多分高い部品じゃないと思うんですけど、まあどうやって取るのかな？これ、取れると思うんだけど。よいしょ。ちょっと取りますか。ですね、すごい四苦八苦してるんですけど、これがね、多分ね、力技で取るのかな？なんかガンって取っちゃっていいのかな？わかんないんですけど、ちょっとこれね、壊しちゃうの嫌なんで、ちょっとこのままね、もう取り外さずにやっていこうと思うんですけど、まあ要はここに棒状のものがあれば引っ掛けて、まあ、止まるので、それをやっていくだけの話なんですよね。で、買ってきたのが、一応部品買ってきました。部品っていうか、まあ、これをね、交換部品頼めばいいと思うんですけど、まあ、DIY でできるものとして、こういうものを買ってきました。浮きなしキャップ。まあ、要はその頭が、なんていうのかな、こう、平らのボルトと、で、袋ナットですね。要は、このナット、ボルトをこう穴からこっち出して、で、まあ出たところが危ないので袋ナットで保護するっていう、で、挟み込む、もう完全にこう外れないようにしようかなと思います。で、若干ちょっとね、この穴がボルトよりもちっちゃいので、ちょっともうここをね、広げて、穴を広げて差し込もうと思います。っていうか、これカメラね、どうすればいいの？これ無理か。カメラで撮りながら穴を開けるのは無理かな。ちょっと無理そうかな。よいしょ。ちょっとね、カメラをね、こう一人でやってるので、うまいこと撮影ができないかな。うん、ちょっと厳しいな。どうすればいいのかな。うまいこと。 あ、そっか、スタンド持ってくりゃいいのか。しょ、見えるかな。はい、ちょっといつものスタンドを持ってきました。これね、やっぱね、外してやった方が楽ですよね。外してやれば、ドリルとか使えるんで、まあ怪我しないようにちょっと穴を広げます。長さ、太さがね、何ミリだったかな。M8 っていうサイズなんですよね。M8 サイズ。よいしょ。どこ？あ、ここか。開け口が違ったわ。これね、M8 サイズってやつです。でね、ここのシートの方にはね、穴入りますけど、こっちのプラスチックのこの留め具のとこにはちょっと大きさが合わないので、まあこうやってね、デザインナイフでちまちま開けていきましょう。ドリルで開けた方が早いとは思うんだけどね。ちょっとドリル、ここでドリル使ってさ、なんか変なとこに穴開くの嫌だからね。よいしょ。まあこうやってちょっとカットしていきます。
はい、ということで穴をね開けました。多分ギリギリです。これあれだね、 M8 じゃなくて M6 とかちょっとちっちゃいサイズの方が良かったかもね。はい、こんな感じで裏からこのボルトを刺して、でこの袋ナットですね、よいしょ、後ろか、袋ナットを出して、でこれで締めるんですけど、これ締めちゃうとこれがこの穴はさすがに入らないので、よいしょ、通してで止めると、これでがっつりですねこれもう完璧に、もうボルト締めなので外れることがないですよね。あの引っ掛けてるだけのじゃないですか、普段はね、普通はね、ノーマルは引っ掛けてるだけなので、あのやっぱり外れたりすることがあると思うんですけど、これで完全に止まってるので、さすがに一応こう、一応このスパナも持ってきたんですけど、まあスパナで締めるほどのこともないのかなと思うんだよね。まあ一応軽くは締めますけど、はい、な感じで、ただこれが止めることがいいのか悪いのかちょっと正直わかんないですね。あの引っ掛けてるね、その今言いましたけど、引っ掛けてるだけがまあ標準というか普通じゃないですか。これをまあ止めてしまうのがいいのか悪いのかわからないので、まあもしこれでなんか不具合があるようであれば、これね、あのこの袋ナットはやめといて、まあすぐ外そうと思えば外せるようにしたいと思います。一応引っ掛けるだけでも使えるのでね、まあこんな感じで、ボルトと袋ナットで、ちょっと補修をしてみました。マット止めね、マット止めを補修してみました。まあまあちょっと今回 M8 というちょっと太めのやつを使ったんですけど、M6 っていうこれのサイズがちょっとちっちゃいやつだと、そのボルトの穴を開ける加工とかはもうちょっと楽かもしれません。結構ね、穴開けるの大変でした。はい、な感じですかね。うん、まあわかんない、ちょっと試しに乗ってみます。まあ参考に、こんな補修する人いないと思うんです。あんまり参考にはならないと思いますけど、楽しかったよという楽しくもねえよな楽しくもないと思うんですけど、はい、というわけで、もし良かったよという方はですね、いいねボタンとか、あとチャンネル登録よろしくお願いします。他にも、コペンの、ね、車でいうとコペン、あとはプラモデルとか作っている動画とかもアップしてますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ではまた皆さん別の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。さあどうかね、うん、まあ自己満足、あとかっこいい。